ベリー公の意図も豪華なる、自動省より英語読み中世の西ヨーロッパでは、封建領主の館を中心とする自給自足を原則とした昇園制が形成された封建領主または領主とは、封建性における領主階級を指す用語。ヨーロッパ中世の封建性において見られる。日本の中世、近世における領主層が封建領主と呼ばれたこともあった。 ベリー校のエゴヨミ中世の西ヨーロッパで特徴的に見られた独自の社会は封建社会と呼ばれている。封建領主は封建社会における支配層を形成し、国王や教会から諸侯、騎士などからなる。封建領主相互に階層性があり、より上級の領主から与えられた土地とその住民に対する支配権を領主権という。 公権領主の間では、相互に契約に基づいた主従関係が結ばれ、主君は進化に土地を与え、保護する代わりに、進化は主君に忠誠を誓い、軍役の義務を果たさなければならなかった。この契約は、総務的性格を持つもので、一方が義務を履行しない場合は、契約が解消されることもあった。君主によって授与された報道はいくつにも分割されうる。 もので、君主から見れば、直進、下級下神へと連なる、階層構造を持つと同時に、進化から見れば、複数の主君を持つこともあった。これらの報道は、荘園として経営され、荘園内の農民を支配し、封建領主の館を中心として、自給自足を原則とする荘園制が形作られた。領主権には裁判権、警察権や農民からの効能を徴収する権利、 などがあり、支配下の農民を保護する義務も有していた。農民は、漁師直営地での労働をはじめ、不益高能結婚税、死亡税、人道税など多くの義務と思い負担を負い、また、教会にも生産物の10分の1を収めなければ、ならなかった。家族、農具、住居の所有権は認められたが、職業選択の自由と移転の自由は認められず、 また、農民保有地を自由に処分することも認められなかったので、濃度と呼ばれる。なお、こうしたヨーロッパの封建制は、ゲルマン国家における重質性と古代ローマ帝国末期の境界量に見られた温帯地制の双方に起源を持ち、荘園制と結びつくことで成立したとされる。中世ヨーロッパにおいては、祈る人、戦う人、耕す人に身分を分ける。 考え方が浸透した。戦士身分は騎士と呼ばれたが、国王をはじめとする行為の貴族も抗議においては、戦う人、すなわち騎士に含まれる。祈る人も、また封建領主であり、人々を三身分に分ける考え方は、フランス革命前の身分別議会である三部会にまで引き継がれた。イギリスでは、貴族からではなく、国王から直接報道を授かったもののうち、 特に大きな所量を持ち有力なバロンを諸公と訳している。ビドキン島を降伏させたカール大帝フランスでは、もともとはフランク王国のカール大帝の時代に設けられた地方長官、ハクがやがて世襲化し、自立化して領域支配を行い、ラテン語でプリンキペスと称した。これを諸公と呼んでいる。フランスでは諸公のうち有力なものが、 公や公を名乗るようになる。ドイツにおいては、白のうち大きな領域を世襲支配し権限の強かった辺境白はじめ、宮中白、紅白や白白大公などの神聖ローマ皇帝の権力に直属した上級貴族と大司教や修道院長で所領を皇帝から直接報道として与えられている諸公を合わせ12世紀頃に 帝国諸侯と呼ばれるようになった。騎士とは、主君と主従関係を結んで、軍事的奉仕を行う、戦士階級の総称である。一般には少量種のことが多く、直接的な軍事担当身分であった。732年のトゥールポアティエ間の戦いに際し、フランク王国の救済カール・マルテルが、騎士制度を創設したことが行使とされる。ジャン2世による、 騎士序人中世ヨーロッパにおいては、重装騎兵が戦闘の主役であり、そのためには優れた技量と精神的、肉体的な鍛錬が必要だとされ、その資格を有する者に騎士の称号を与えたのである。騎士になるには、まず7歳頃から故障となり、主君に使え騎士として必要な技術を学び、14歳頃に元服すると重視となり、 実際の戦闘にも参加するようになり、一人前の騎士と認められると、主君から助任を受けることとなった。助任の儀式は、基本的には、闘霊というものだが、この儀式を立て始めて、条件を公然と帯びることが、すなわち新騎士を戦闘員として、公的に認知されることを意味していた。騎士の選手としての本来の役割が薄れると、かえって助任の儀式は複雑化して、 宗教的意味合いや騎士道精神が強調されるようになった。騎士道精神とは、勇気、名誉、忠誠、正義、よ貴婦人への警望などの総称であるが、これは騎士社会内部に適用するものであり、濃度や異民族、異教徒にこの精神が発揮されることは、害してなかった。当初は騎士は除任されるもので、 世襲的身分ではなかったが、騎士としての装備を維持する必要から報道が与えられた層に固定され、やがて男爵以上の貴族の称号を持たない層に、対する称号となった。フランシス・ドレイク16世紀以降、下記の使用、不評、休兵が重視されるようになって騎乗船の意義が薄れ、騎士が戦士としての役割を終えると、純粋に社会的階級における一個称となり、現在でも、 イギリスなどでは、男爵、純男爵に次ぐ地位として、ナイトが、勲章システムと結びついて存在している。別称は、勲功爵、勲爵士であるが、ナイト位は、爵位ではなく勲位であるため、不適切な訳語である。海賊フランシス・ドレークが死略戦による略奪で、スペイン戦に打撃を与えたとして、エリザベス一世より、騎士の称号を与えられたのは有名である。 騎士への継承は主に差である。これを京と翻訳するのは騎士が中国や日本における京と比べるとはるかに低い階級であるため厳密に言えば適切とは言えない。また貴族の尊称労働も同じく京と訳されることが多いため注意が必要である。教会や修道院もまた領地と濃度とを支配する封建領主であった。そこでは ローマ教皇を頂点とする教皇を広塚佐教、司教司祭というヒエラルキーが形成されていた。なお、ローマ教皇領は、ピピン三世がフランク王国の大位商人の見返りとして、754年からその翌年にかけてランボバルド王国と戦い、ラベンナを奪って教皇ステファヌス二世に献上したことが始まりとされる。直英地とは中世ヨーロッパにおいて、 領地の中で、封建領主が直接経営を管理する土地のことである。農民の労働によって賄われ、収穫は領主の収入となった。後に分割して、農民の保有地に組み入れられることとなった。十字軍のコンスタンティノープル新軍クレシーの戦い1621年、ボヘミアの反逆者に対する処刑とマスケット銃を担ぐ、兵士ヨーロッパにおける封建領主、 特に諸侯や騎士の没落は徐々に進行したものではあるが、それにはいくつかの活気があった。その第一は11世紀末から13世紀後半にかけての十字軍の統制である。十字軍の資金調達の必要から、教皇や皇帝、国王が徴税制度を発達させる一方、諸侯や騎士の武器や遠征費用は基本的には自便であり、また領地を しばしば留守にすることも容疑なくされた。遠征先の中近東でも皇帝、国王の指揮下に入った。これは、それまで確保していた諸皇、騎士の地位を下落させるものであった。また、これに前後して貨幣経済が進展し、封建領主は領主直営地を農民保有地に変え、生産物や貨幣で時代を徴収するようになった。第2話。 14世紀から15世紀にかけての英仏間の100年戦争である。これは現在のイギリスとフランスの国境線を確定した戦争であり、両国の国家体系や国民の貴族意識はこの戦争に先んじて存在していたというよりは、この長い戦争を通じてようやく形成されたと言ってよい。その意味で英仏が中央集権的な国家となって生まれ変わる一方で、 諸侯騎士の没落を促す戦争であった。この戦争の後、イングランドでは、バラ戦争が起こって諸侯はさらに疲弊し没落する。一方で、王権は著しく強化され、チューダー朝による絶対君主制への道が開かれた。フランスでも、この後宗教対立による内乱が発生したが、祖国が統一されたことで王権が伸長し、 後のブルボン朝による絶対君主制の基盤となった。14世紀以降の戦乱の続発とともに、ペストの流行もあって、当該期のヨーロッパの人口は減少したため、農民の地位は相対的に向上した。農民保有地の広がりも、相まって、農土身分から解放された独立自衛農民も現れ始めた。第三には、上述した火器の使用が挙げられる。 ひなわ銃の始まりは15世紀末のヨーロッパで開発されたものと考えられるが、これは従来の戦法や戦争の様相を一変させてしまった。16世紀以降の戦争、中でもドイツがその主たる戦場となった30年戦争においては、アルブレヒト・フォン・バレンシュタインのような戦争を受け委人が傭兵を集めて戦った。もはや戦士としての騎士は必要とされなくなったのである。 第4は、大航海時代以降の世界の一体化に伴う、アメリカ銀の西ヨーロッパへの大量流入による、急激な物価上昇である。これにより、16世紀の西ヨーロッパは公共に湧き、商工業の一層の発展がもたらされたが、反面、固定した時代収入に依存する諸侯、騎士などの封建領主層は一層を没落した。これに対し、東ヨーロッパでは、 西洋の拡大する穀物需要に応えるために、かえって濃度性が強化され、農場領主制と呼ばれる経営形態が進展した。日本の歴史における封建領主概念は実のところ一定していない。これは日本史学における封建性の位置づけが結論を見ていないことと密接に関係している。さらに日本の中世史学、近世史学いずれにおいても、 1980年代から1990年代以降、封建制概念が研究対象から大きく後退しており、それに伴って日本史上に封建領主という概念を置く議論もほとんど見られなくなっている。以下、封建領主概念をめぐる議論を外観していく。日本の歴史における封建制概念は、江戸時代以降の学問史的変遷を経て、 主に次の四つの局面を示すに至った。古代中国に見られた儒学的封建性概念8世紀後半、フランク王国に見られた霊園性との類似性に着目した、法制史的封建性概念中世ヨーロッパに見られたフューナリズムとの近似性に着目した、社会史的封建性制度上記フューナリズムを、指的唯物論の立場から濃度性として理解する。 濃度性的封建性概念最初の儒学的封建性概念は、江戸時代中期のお牛空や大財春街に、その方がが見られ、江戸後期に至り来三陽らにより確立された。この概念理解は、古代中国に見られた軍権性と封建性を、日本の歴史の中にも見出そうとする試みであり、律令国家によって完成した軍権性が、 平安時代の荘園の増加と武士の発生によって崩壊し、鎌倉幕府の登場をもって封建制の開始とするものであった。これにより、武家政権の時代が封建時代という観念が生じ、武士領主を封建領主として認識する素地もまたここに生まれたのであり、この観念は後の封建制議論にも多かれ少なかれ影響を及ぼしている。明治に入り、 日本にも西欧史研究が本格的に導入されると、西欧のフューダリズムが封建と翻訳されるようになった。これは、脱アニュー王の風潮を背景とし、無意識のうちに西欧史と日本史との共通点を見出そうとしたことによるものと考えられている。こうした状況の下、明治三十年代になると、西欧史に見るに酷似した制度が、日本史上にも見出せるとする主張が、 中田薫、福田徳造、三浦博之らから相次いで唱えられ、法制史的封建制概念が登場した。もっともこの連成は8世紀後半のフランク王国とその影響下にのみ見られる限定的な歴史概念ではあったが、中田によると、欧州封建制は土地温急性と家人生との結合によって成立しているのに対し、日本においても、 土地温急性イコール性と、家人性イコール物士主従性の結合によって、封建性が成立しており、平安期中央に結合が始まり室町期中央に完成したとしている。マックス・ベーバーの日本封建性の理解もこれと同様のものだが、ここで解かれる封建性概念は、支配階層内部の関係を議論の対象とするものであり、支配階層が持つ、 封建領主としての面については、加算性、昇園性の問題として論じられた。社会史的封建概念は、9世紀から13世紀までの中世ヨーロッパに広く見られたフューダリズムとの比較の中から生まれたもので、浅川寛一やエドウィン・オーライシャワーラにより確立された。フューダリズムは、国王を頂点とする身分制度、騎士が、 支配階級として生産者階級である濃度を支配、政治権力や土地への権利は、文献的かつ重層的に混在、公権都市権の混交などの社会的特徴を持っており、世界史的に見ても特殊な社会体制と言えるが、浅川らはヨーロッパの中性的土地所有と中性日本の食との比較研究などを通じて、フューダリズムが日本の中性社会と強い近似性を示しているとした。 私的唯物論の影響下で生まれた、濃度性的封建性概念は、昭和初期頃、ノロエータローラに始まった。私的唯物論の歴史発展段階理論によれば、近代ブルジョア的生産様式に先立つ、歴史段階として、封建的生産様式が存在し、そこでは、封建領主が土地を所有し濃度を支配していた、とする規定がなされていた。第二次世界大戦後には、 私的遺物論が歴史学会の主張流の一つとなったため、中世、近世社会が濃度性的封建性と言えるかどうかが、中世史、近世史研究の中心的位置を占めるに至った。濃度性的封建性概念では、封建量子と濃度との関係が理論的根幹を成しており、他の封建性概念よりも、封建量子を重視することになった。戦後の封建領主論は、中世、 近世ともに、濃度性封建性概念の強い影響を受けて展開した。中性封建性をめぐる議論は、大きく3つの流れに、整理できる。石本忠の、領主性理論、荒木森明の荘園性解体イコール封建性、成立説、戸田義美の荘園性イコール封建性説である。石本は、律令性古代社会を、 アジア的共同体関係と核調整的奴隷制の2概念で規定し、核調整下にある奴隷が濃度へ成長することで、封建制社会へ移行したと考えた。この移行は長期にわたり、10世紀の農村における領主濃度関係の登場を、その方がとし、12世紀末の鎌倉幕府成立、14世紀の南北朝騒乱などの段階を踏んで、守護大名による、 地域的封建性の確立をもって、封建性の完成に至ったとしている。また石本は、荘園性を古代的要素と規定したため、封建性と荘園性の相互の位置づけが曖昧となった。この説では、平安時代中期に登場した、開発領主、鎌倉幕府の成立とともに成長していった武士の在地領主、南北朝双乱を経て、 地域的支配権を獲得した守護大名が封建領主として認識され、荘園領主は封建領主と認識されない。これに対して荒木は中世荘園制を拡張性的奴隷制と規定し、16世紀末の荘園制解体をもって、ようやく封建制イコール爆反対制が成立したと論じた。石本による、 消炎性の曖昧な位置づけに対する反論として提出された荒季節は1950年代中盤から1960年代にかけて日本法権制成立論争を引き起こした。この荒季節では近世、大名のみが法権領主として定義されることになる。石本荒季節に対し戸田は 陰世紀に成立した、荘園制社会こそ封建制の具体的展開であるとした。戸田は、律令制を、アジア的共同体及び相対的奴隷制と、規定した上で、十世紀の律令制解体の過程で、名田経営体である、不合層が登場して、不合層が農民を従属させて農土化して、農土主経営を開始したとし、その両極に、 領主経営と自立的小農民の小経営を設定した。これらの経営体は平安後期までに農民内視他の小経営を連続させて濃度となし、自らは名主、在地領主として成長した。戸田は、小園生における食の体系を封建的、事業体系として理解した。この説によれば、小園生における領主は封建領主として認識されるので、 武士の在地領主だけでなく、公家、自社からなる、荘園領主も、封建領主と規定される。黒田敏夫による、検問体制論も、封建領主たる公家、自社、武家が双方関係的な支配体制を構築していたと、する点で、戸田説と通定している。以上のように、中世の封建領主像については小説に一致を見ない、まま推移したが、一応は、 と打説が有力なものとされていた。近世日本の社会を封建と呼ぶことはすでに江戸時代から始まっていたが、明治以降に進んだ西欧封建制との比較の中でも近世社会を封建制と見ることが通説となっていった。マルクス主義歴史学においてもそれは同様で、特にカール・マルクスが資本論第1巻第24章での中期において日本に見られる 純封権的な土地所有システムと発達した小農民経営は、西欧中製造の再現である、胸を示したことは、近世日本が封権社会であったことの理論的根拠とされた。マルクス主義歴史学だけでなく、ニトベイナゾも、武士道において、マルクスの記述に触れ、武士道の根元である封権性が西欧と日本に見られることを述べているように、その影響は小さくなかった。 マルクスによって、金世社会は、純粋封建制と認識されるようになった。中世封建制と、金世封建制とはあまりにも異質であるが、中世封建制が一旦解体した後に、金世封建制が再建されたとする説が、昭和初期から戦後にかけて唱えられた。再建されて、より純粋な封建制が成立したとする見解である。1950年代には、 荒木森明の対抗検知によって、封建制が成立したとする、封建革命説が登場し、金星に純粋封建制が存在したことが、理論的に補強された。これらの純粋封建制では、金星、大名や一部の武士が、封建領主とされる。日本の封建制、封建領主をめぐる議論は、 以上のような展開を示したが、1980年代から1990年代以降、封建制ないし封建領主というカテゴリーに対する疑問が提示され始めた。まず、金世封建制について、封建領主たる大名や一部の武士も土地、人民を支配していたわけではなく、国高に相当する年貢、夫役の徴収権を有するに過ぎなかったこと、 爆反対成果での主従関係には、中世西欧のそれのと大きな差異も見られたことなどを理由として、近世社会を封建性と捉えることの学問的妥当性に強い疑問が出された。また、日本封建性論の理論的根拠となっている、マルクス、資本論の中期は、近世日本が封建性社会であることを論理的に立証したのではなく、単にラザフォード・オールコックの 大きみのとへの皮肉として書かれたものとする、ホタテ道久の論証もなされている。近世社会研究は、封建制という定式化された、歴史概念に肯定せず、爆藩性国家論や社会構造論の方向へシフト、していった。中世史研究においても同様で、中世社会を封建制、中世領主を封建領主と捉える議論は1980年代末。 五ろを境に大幅に減少した。1960年代から守護領国政をめぐる議論の中で守護大名の非領主的性格が指摘され守護大名を封建領主として定義することへの疑問はすでに提示されていた。1980年代頃から社会史研究の視座が広がっていく中で領主層を封建領主または非封建領主と見るのではなく その当時の社会構造をいかに規定し、領主層がその中でいかなる役割を果たしたかという方向へ議論が深まっていき、1990年代から2000年代になると封建性ないし封建領主概念が論じられることは非常に稀となった。現在でも封建領主という用語が使われることはあるが、積極的な意味付けがなされていることは少ない。また、 封建性を西欧及び日本のみに見られる例外的な社会構造とする議論も現在の学術水準では疑問視される傾向にある。そもそも西欧封建性と日本封建性との間に代償様々な相違が存在しており、仮に日本中世、近世社会を封建性と見たとしても同様の社会構造がインドや東南アジアにも検出されており、決して 西欧と日本に特化した社会体制とは言えないことなどが指摘されている。封建制を西欧と日本のみのものとする主張は、皆無ではないが、保守言論を中心にごく一部で見られるにとどまっている。このような主従関係は、法政主の立場からは、霊性と呼ばれている。佐藤健一、中田薫、コムメンダチオと名簿法廷の式季1906。マックス・ベイバー。 支配の社会学にセラコら公司老役例えば、浅川寛一、日本の封建制度について、歴史地理35から4、1920や、い往来シャワー、日本近代の新しい味方講談社、講談社現代新書、1956など。ホタテ道久、資本論は、江戸時代を封建制度捉えたか、ニトベイナゾウと荒木理論マイナス、歴史学を見つめ直す。 冒険性概念の放棄マイナスアゼクラ書房200、2004室岩波講座世界歴史月報日本近世と冒険社会1999を解題追放ありがとうございます